いいいやー届いちゃいましたよここ数日本,本当ねいろいろとこう悩んで悩んでどうするか考えて出した結論こいつ届いたのでじゃ早速開封やっていきます皆さんこんにちは今日は12月6日月曜日お昼ちょうど3時になりました いやあ、今回ね、購入したこいつですが、ほんとここを何日かずっとこう考えてたことなんですけど、今後、まあ、YouTube だとか動画撮影していく上で、まあ、自分にとってどういった機材が必要かっていうことを、ほんとここ何日かの間にいろいろと考えていて、まあ出した結論が今回こいつになります。そしてあと明日ですね、12月7日火曜日、えー、10時だったかな、えー、ソニーが新しいフルサイズカメラ、α74 え、予約販売開始するっていうことで、もう明日多分争奪戦になるかと思うんですよ。特にあの初期ロッドが、うーん、やっぱ数がかなり少なくなりそうなので、本当争奪戦みたいな形になるかと思うんですが、僕は一応今回アルファ7-4を購入するということで、明日10時ちょうどに、え、多分ソニーストアになるかと思うんですが、え、予約することにしています。皆さん、え、予約されますでしょうか。で、え、今回アルファ7-4を購入するっていうことを決めてから、 それ以外のカメラ機材をどうしようかということでいろいろ考えてたんですけどその答えがね今回購入したこいつになりますそれではもうささっと開封やっちゃいましょういやー楽しみですね今回購入したのはこいつになりますソニーの FX3 はい。というわけで、今回購入したカメラですが、ソニーのシネマラインカメラ、FX3 になります。えー、お気づきの方も多いかと思うんですけど、実は今回これで FX3 購入するの2回目になります。で、僕結構ね、こういった買い方することが多くて、えー、気に入っていたカメラを一旦手放して、で、ちょっと間開けてからまた再度買い直すっていうことが、まあ、多々あるんですね。えっ、ー、と、最近だと、例えば α7C は3回購入したりだとか、 7S3 は2回購入したりだとか、で今回購入したこの FX3 も2回目の購入になります。もともと最初に購入したっていうのは、今年春先だったと思うんですけど、この FX3 が、えー、発売されて初日にゲットして、その後約3ヶ月間、非常に気に入って使ってました。ただ、使っててね、ちょっといろいろとこう気になることがあって、例えば FX3 って中身自体はもうアルファ 7S3 ともうほぼほぼ同じなんですね。 外観こそ違えど、中身は全く同じカメラということで、まあ、FX3 気に入って使ってたんですが、ただまあ同じ機能のカメラ使うんだったら、FX3 よりは α7S3 の方がこう手に馴染んだりだとか、あと EVF があったりっていうことで、僕にとっては使い勝手がすごく良かったんですね。そこで α7S3 をまた買い直しして、FX3 はその時一旦手放しました。そして今回またなぜ、 え、FX3 購入したかなんですけど、これをまあちょっと今から少しお話ししていきたいと思います。開封自体は以前も一度やってるので、もうここは省略して、もうさっさと今中身取り出しました。うわぁ、やっぱ久しぶりに見ましたか。かっこいいですね。渋い。これ色がいいですよね。そしてこの、なんて言うんだろう、こう金属の塊っていうのかな。このね、表面の仕上げはめっちゃかっこいい。うん、いい。 そしてバリアングルはい、それで、なぜ今回 FX3 をまた再び購入したかっていう話をね、ちょっとやっていきたいと思います。一番最初に少し話した通り、明日7日が、12月7日火曜日の朝10時だったかと思うんですけど、ソニーが、 新しいアルファ7シリーズ、アルファ74の予約を開始します。発売は12月17日だったかな。10日後ぐらいに発売になるんですけど、今回はおそらく予約、もうそれも早い段階でしておかないと、初期ロットに多分ね、入らないような、どうも感じですね。もう世界的に今、半導体不足ということで、ソニーのカメラ自体もう出荷ができない、製造ができないというようなカメラ結構あるんですけど、今回、アルファ74も実はあの世界では、 えもう先に、一月以上先に予約開始して、もう、えー、結構いろんな国で発売開始されてるんですが、日本はもう大幅に遅れて、先日発表があって、で、えー、明日予約開始、17日発売っていうことで、かなりやっぱ半導体不足の影響から日本での発売ってかなり遅れてるんですね。まあ、そこから考えるとおそらく予約段階で、 早めに予約しておかないと購入日がどん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 こう予約しても遅れていくっていうようなことになるかと思うので明日まあ十時に頑張って予約しようと思います。で、えー、この f x 3なぜ買ったか話戻しますが今回あの FXD じゃないアルファ74を購入するっていうことを決めて、えー、その後じゃあ併用して使っていくカメラをどうしようかなとこういろいろ考えたときに。 今所有していた α7S3 と α74 をこう日本使いで行くっていうのがね、ちょっとそこでこう自分の中でこう引っかかりができました。まず1点は見た目が全く同じっていうことですね。今回発売される α74 は基本 α7S3 と外観はもうほぼほぼ同じだそうです。多分マークを隠せばほとんど見分けがつかないんじゃないかなっていうぐらいもうほぼほぼ同じなんですね。ただ、 カメラと動画と、あと、えー、スローとクイックだったかな。切り替えのまあレバーがあったりとかっていう若干の違いはあるんですが、ほぼほぼ同じっていう形で、こう見た目的にこうテンションが上がらないっていうのが、まず一点。あと、写真も僕は普段から撮ることがあるので、写真撮影のことまで考えると、動画にほぼほぼ特化している α7S3 をメイン機として、まあ動画の方はメイン機として使うんですが、持ち出して使うときに、 写真も撮るときっていうのは、どうしても α 7 ⅳ の方が主力になるんじゃないかなと考えて、今回 α7s3 をじゃあ一旦もうここで手放して、FX3 に変えようかっていうね、そういった気持ちがね、少し出てきました。そこからまあちょっと悩んだんですけど、動画に特化したカメラと写真も撮るカメラで、こう2つにきちんと分けた方がいい。 ただ、α7S3 の場合は、どうしてもこう見た目が同じっていうことで、ちょっとこうテンションが上がらない。だったら、α7S3 を一旦手放して、FX3、まあ、動画撮る上ではもうほとんど同じカメラなので、FX3 を買った方がいいんじゃないかなっていうことからスタートしました。それからもう一つ、α7S3 からこの FX3 に機材入れ替えにあたっての理由がね、こいつ。 これ何かというと、FX3 に一緒に同梱されている XLR ハンドルユニットになります。マイクを設置するための付属品になるんですが、これね、ソニーで別売で、まあ、同じようなものを売られてて、α7S3 だとか、α7R4 だとか、まあそういった え、カメラにも装着して使うことができる、え、別売りのものがあるんですけど、ま、あこれ、全く同じ、こう、ハンドルタイプのものが、この FX3 に、こう、同梱されていて、これが、こう、同梱されてるからっていうので、この FX3 を購入されてるっていう方ね、結構いらっしゃるかと思います。で僕も今回、この FX3 に、機材入れ替えしようと思った原因っていうか、理由の一つにね、やっぱこの XLR 端子が使えるっていうことがありました。 で、最初にこの FX3 を購入した時に、実はこの同梱の XLR ハンドルユニット、僕はね、多分一回も使ってないんじゃないかな。多分 XLR の対応のマイクを使って使ったっていう記憶が全くないので、多分一番最初に購入した時はこれ全然使ってなかったんです。その時はね、必要とあまり思ってなかったんですが、今回この XLR 端子を使いたくて、この FX3 に機材を入れ替えしました。というのが、 えっと、今これ撮影しているのが、アルファ 7C なんですけど、えっ、ー、と、このキャンピングカーの中で、こういった感じで若干こうスタジオ化して、こう機材がいろいろ揃ってくると、やっぱ気になってくるので、次音声なんですね。音の問題があります。で、今日使っているマイクが、これがゼンハイザーの MK200 なんですが、 ちょうど距離から言うと今、口元から約1メーター50ぐらいマイク離れてるんですけど、音どうでしょうかいまいちね、そんないい音じゃないかと思うんですけど、自分でいろいろとこう編集して、自分がまあ喋ってるこう声だとか、こう周りの環境音聞いててね、えー、どうしてもやっぱ音にいまいちこう不満が出てきて、どうにかこのあたりをもう少し改善できないかなということで、だったらマイクをもう少しいいものを使いたい。 え、音をもうちょっといいようにしたいなということで、いろいろそういったあの、音声問題、音の問題考え出したんですけど、最初はソニーの、ま、別売の、え、オプションの、そういった XLR 端子、買おうかなと思ったんですけど、まず今、えー、正規で買えないのかなおそらく、定価で購入っていうのが、え、なくて、注文してもおそらく数ヶ月待ちだとか、 えー、変えたとしても定価より高く購入だとか、もうそういった形じゃないと今入手できないんですね。定価より高い金額を出して買うのもね、なんか、なんか違うなっていうことと、どうせその α7S3 に、えー、そういった金額出して付ける、えー、買い替えするぐらいだったら、もう FX3 買った方が多分いいんじゃないかなということで、今回 α7S3 からこの FX3 に、えー、切り替えしようっていうことをね、決めました。 まあ本当にこれまだ使ったことがないんで、どういったものかっていうのがちょっとよくえ自分でもわかんないんですけど、これからはこの XLR のハンドルユニットを使って、この FX3 でえこういった室内撮りやっていこうかと思います。ちなみにこれですけど、FX3 専用じゃないので、今日撮影に使っている、例えば α7C だとか、α7S3 だとか、対応のカメラ結構ね、あって、FX3 じゃなくても、 使えるカメラ非常に多いです。はい、というわけでですね、XLR ハンドルユニットを実際に FX3 に装着してみました。どうでしょうか。まあ、今、レンズがついてない状況なので、かなり頭でっかちになってますが、ちゃんとレンズつけてあればバランス良くなるかと思います。で、やっぱり専用品ということでね、こんな感じで、ここ、ハンドル自体を。 もともと FX3 の上部に3箇所あるネジ穴を使って、この2箇所でね、固定するになってるので、かなりしっかりと固定できます。まあ、当然、こう、ハンドルを兼ねてるので、かっちりと固定できてるんですけど、いや、やっぱめっちゃかっこいいな。じゃあ、この後は実際にレンズをつけて FX3 で少しだけ試し撮りやろうかと思うんですが、ただこの状況では、内蔵マイクしか使えないので、やっぱりこれ、いりますよね、マイク。というわけで、 こいつに登場してもらいましょう。何を購入したかというと、当然あれになります。せーの、じゃん。ソニー純正の XLR マイク、ECM-XM1 になります。まあ、いろんなマイク出てるんですけど、まずはやっぱりソニー純正使ってみようかということで、今回このマイクをチョイスしました。まあ、価格も1万円ちょっとぐらいで非常に、 あの買いやすい価格っていうことも理由の一つです。もうマイクも本当ね、いろいろとこう上を見出すと、こう、切りがなくて、ほんと高価なものたくさんあるんですけど、まあ、どれだけの価格を出せば、こう、費用対効果があるかっていうのも、そこまでちょっとまだ全く知識がないので、まずはこの純正のソニーのマイク、これを使ってしばらくは撮影やっていこうかと思います。で長さもねこ、こんな感じで、ちょうど XLR のあの、ハンドルユニットに使うのにちょうどいいぐらいの、これ、ケーブルの長さなんですね。 で、調べたところ、これはあんまり僕も詳しくないんですが、えー、ソニーの純正のあの XLR 端子ですね。あれを買うと付いてくるマイクがどうもこのマイクになるようです。まあ、もともと純正で付いてくるようなマイクなので、性能自体そんなに悪くないと思うんですけど、結構評価見たりしててもいい評価多かったので、まあ、ものとしてはね、悪くないと思います。あと、まあ、これ専用のモフモフになるかと思うんですが、こういったモフモフもいてます。 午後5時半前になりました。一旦職場に戻って仕事を終えてからまたキャンピングカーの中に戻ってきたんですけど、もうこの時間だと外真っ暗ですね。はい、それでは FX3 の続き、もう少しだけ話していきます。で、レンズ用意してきたのと、あと FX3 に XLR のハンドルユニットを装着してみました。これどうでしょうか。めっちゃかっこよくないですか。おお FX3 今回購入で2回目になるんですけど、このマイクを装着した現物見るの実は初めてです。かっこいいですね。とりあえず撮影できるように FX3 の初期設定簡単にやりました。音声もちゃんと拾ってますね。で、この XLR のハンドルユニットを使ったことがないので、この辺の設定がいまいちよく分かってないんですけど、一応今ライン1に入れて、 電源入れてオートに入れてるんで、これでいけるのかなどうだろう音。拾ってますね。じゃあ、カメラ切り替えてみます。というわけで、カメラを FX3 に切り替えしてみました。なんか久しぶりに使うんで、いろいろ設定方法忘れちゃったりしてるんですけど、やっぱりね、細かい設定関係は α7S3 と少しね、やっぱ違うところがあるので、ちょっとこう思い出しながらまた設定やっていこうかと思うんですが、 で、マイクですが、今日購入したソニーの純正マイク使用しています。で、XLR のハンドルユニットをつけて、そこにマイク設置してます。音声とどうでしょうかちょっとまあ、まだ全然自分で聞けてないんで、どれぐらい音質が変わってるか。まず、この音声のレベル自体もちょうどいいのかどうかも、ちょうどいいのかな 一応音にしてるので、そこそこ拾ってくれてるとは思うんですけど、ちょっとこのあたりはまた編集時に確認したいと思います。ちなみに今日さっきまで使っていたのはこの α7C に、レンズが G マスターレンズの 14mmF1.8 になります。で、マイクはゼイハイザーの MK200 ですね。これね、めちゃくちゃコンパクトで、えっと、性能のいい、音のいい、音質いいマイクなんですけど、やっぱりね、これだけ距離が離れた時にはね、ちょっと音が拾いにくいっていうのはありますね。 で外撮りで、例えばあの Vlog で撮影するときなんかには、ね、非常にこう自分の口元にこう後ろ側に向けて音声撮ったりだとか、前側から喋るときはこうくるっと、あこれまあ自分で改造してるんですけど、こんな感じで、えー、回してやることで音声前側も拾ってやる切り替えなんかができるようにはなってるんですけど、ただまあ室内撮りでカメラがある程度こう距離があるときには、やっぱりちょっとこう口元の音を取りにくかったりだとか、 あと、まあ、周りの環境音どうしても拾ってしまうっていうところがあるので、今回この XLR のマイクを導入してみました。まあ、今回購入したこの FX3 も、このマイクをちょっと使いたいからっていうので購入した意味もあるので、まあ、しばらくこの体勢で動画撮影やっていこうかと思います。 ちなみにこんな感じでこのマイクを使って後ろ側から話しかけたときに音の拾い方がどうなのかな前側の音はしっかり拾ってくれるかと思うんですけど Vlog 方式で僕結構後ろ側からこういった感じで話しかけること多いんですよねこれマイク拾ってくれるのかな、まあ、一応レベルゲージ見る限りでは拾ってるんですけどちょっと音がやっぱ低くなるのかな、まあ、このあたりまた編集時にちょっと調整必要かもしれないですねはいというわけで 本日の動画は以上となります。また感想等コメントいただければ非常に嬉しいです。でしばらくはこの FX3 とこの XLR 端子とマイクを使っての撮影多くなるかと思いますので、えー、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。